クラブベアーズ前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー1-12、エールズフォースダウン残り1ヤード、攻撃権更新まで残り1ヤードです。ここでエールズパントフォーメーション、パントにより攻撃権放棄の代わりに陣地回復を選択しました。パンター10番、このパントベアーズ82番リターンしようとしましたが、すかさずエールズがタックルし、ベアーズは自陣10ヤード付近からの攻撃と変わります。